テレビ界のアカデミー賞とも称されるエミー賞を獲得しているアメリカの人気テレビアニメシリーズ、アバター伝説の少年アン。物語は格闘技と元素記号に満ち溢れたアジアをモチーフにした世界が舞台となり、少年アンとその仲間たちが平和を取り戻すため旅をするという内容です。世界観は近代以前のアジアが元になっており、作中で読み書きに漢字が使われたり、箸を使って食事をしたりするなど、日本やチベットなどの文化が取り入れられているシーンも。第一シーズン水の巻が成功したため、土の巻、火の巻も放映され、アメリカでは560万人以上が視聴し、子供以外にも人気を博しています。日本でも Amazon プライムや Netflix で日本語吹き替え版が視聴可能となっています。さて、今回はこのアバターの吹き替えに対する海外の反応からです。スペイン語圏のアバターファンサイトに投稿された動画が話題となっており、そこには日本語、英語、韓国語の3つの言語の吹き替え版の場面が。主にアズラー姫とズーコ王子の対決場面から、英、日、韓の順で次々と紹介されています。3つともそれぞれ良さがある中で、日本語版を高く評価する声が殺到。日本語は作品に付加価値を与える要素として認識されていました。個人的に日本語版の声優さんの演技力がすごく、他と比べても空気感が変わった気がしました。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。日本語版のズーコ王子の声を聞いたとき、私の目はハート型になった。アメリカ人が作ったアニメーションなのに日本語が完璧にフィットしてて面白い。こんなの見ちゃったら日本語版を選ぶしかないだろう。日本語版はキャラに命が通ってる印象を受ける。日本語ってだけで傑作に感じられてしまう不思議。なるほど、スペイン語字幕付きの日本語版が必要ってことか。私自身理由はよく分かってないけど、英語の吹き替えって何かが足りない気がするんだよね。日本語版の方が100億倍優れてる。俺は前から言ってるけど、本場感だよ。ハリウッド映画には英語が一番なのと同じ。最後の笑い声は韓国版が一番狂気を演出できてる。日本語版が最高なのは間違いないんだけど、さすがに口の動きと合ってなくて違和感を覚えるね。やっぱアニメには日本語なんだってことがわかるな。日本語がベストだけど、ズーコ王子は英語が一番好き。私、アバターは一度全部見たけど、日本語版でもう一度見直してみたくなった。なんだろうな、日本の声優たちの迫力は。それだけで傑作って感じ。最後の笑いなんて100点満点だろう。なんで英語版って常に感情が入ってないんだよ。私も日本の声優が一番優れてるのは間違いないと思う。だけど大笑いの場面は韓国語版が良かった。韓国語は悪役にはまってる。日本語は耳心地が良くて穏やかでエレガント。英語はいいところが特にないって感じ。日本語とスペイン語の声優がベストだ。彼らは感情の入れ方がうまい。英語版で見てたけど、どうも好きになれなかったんだよ。日本語版は超がつくくらい素晴らしい。私的に日本語からはもはや神々しささえ感じる。日本語だと途端にクールに聞こえるのは何なんだ。日本語版は素晴らしく良かった。なんていうか、キャラにちゃんと合ってるんだよね。同じ作品なのに英語版はダサ作に、日本語版は名作になってるじゃないか。日本語版は全てを輝かせるチート言語だから。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。